はい、皆さんですね、久しぶりに来ました、今これはですね池袋ですね、今からですね、今これはですね西口にいるんですけども、こっからちょっと東口まで帰るですね、ただただおっさんがですね、ぐちゃぐちゃ話しながら帰る動画、歩く動画をお送りしたいと思います。まあちょっとですね、今ちょっと今日はですね、Google Pixel 8ちょっと持ってこなかったんで、本日はですね古いですねスマホの撮影になるので、ちょっと綺麗には撮れてないかもしれないですけども、ご了承いただきたいと思います。今西口にね歩いてますね。まあちょっとですね、適当にくちゃべりながらちょっと歩きたいと思います。なかなかですね、ちょっと久しぶりに来るんでね、あれですけども、ちょうど今ですね時刻が7時前なんで、わさわさしてますね。わさわさしております。わさわさとですねしてますけども、結構意外にですね、遠いんですよ。意外に遠いんですよね。東口までですね行くのはなかなか大変なんですよ。杉薬局ありますね。カラオケ館ですね。まあなかなか警察の厄介にはなりたくないですからね。カラオケ館ですね。まっすぐ盛り上がって、まあちょっとですね冬型のね気圧配置があれなんで、なかなか今ちょっと寒い日になってますけども、まあ東京はですね、冬型気圧配置が強まっても、まあ、基本的には雪降んないので、ありがたいですよね、本当に。だから他のところはですね、すんごい苦労してると思いますけども、なかなかですね、頑張っていただきたいなと思います。あーそこか。これはねもうあるあるのところを通ります。あるあるのところを通ります。ここで、下のですねウィーロードですね。ウィーロード、ウィーロードまっすぐ歩きます。脳天ぶつけそうなんですよね。こうほんとギリギリの私の頭の結構なんだろうギリギリの場所だと思います。これ多分頭をですね、ジャンピングしたらぶつかっちゃいそうな場所なんですよ。結構低いんですよね高さが。って場所に今いるので、ちょっとシビアな旅になってますけども、はい、ようやく、ウィーロード脱出できました。ピーパルですね。ピーパルあります。ピーパルありまして、山田電機ライフセレクト、池袋ですね。ラビワンっていう風に言ってましたけどね、当時は名前が変わりましたね。来ましたね。やっぱり寒いですね。あ、
ラビワン、ちょうどラッキーなことに渡れます。スクランブルですね。池袋のスクランブル、そのまま突っ切りますよ。渡れるときに渡んないと。タックスフリー免税店ですね。はい、ビッグカメラ、綺麗なイルミネーションがですね光ってますね。池袋は全然あれですね、クリスマスという情緒が、情緒っていうかあんまり感じられないですね。バツマツですね、バツマツ。ほら綺麗なですね、西武グループパルコ、いい感じです。楽園ですね、パチの楽園。これやってたらね、お金が全部なくなっちゃうんで今日は行かないですけども。はい、まあ時間がちょうどですね、帰宅ラッシュの時間なんで、なかなかシビアな感じですけども、はい、じゃあギゴ行って帰るか。そこにねギゴがあるんですよ皆さん。ギゴですね、ここにギゴに行って帰ります。